さて、おはようテラちゃん、今朝5時台はドイツハンブルクと結びます。医師の村中理子さんです。村中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、村中さん、今浜松町 10.4 度くらいですが、ハンブルクいかがですか、このところ。前回の放送の後、本当に毎日10日間ぐらいに雪が続いていたんですけれども、4日ぐらい前かな、にやっと止みまして、あっという間に雨になって、全部雪が溶けているような状態になってます。はい、この時期は雪はもう降り始めるって感じなんですか。いや、もう雪自体がほとんど降らないんですけれども、ハンブルクって、今年はまず、この時期にしかも10日も連続して降ったっていうのは本当初めてで、ハンブルクだけじゃなくて全独的というか、この辺みんなヨーロッパ行った雪が多かったみたいなんで、ずっとトップニュースが天気みたいな状況が珍しく、ドイツでも続いていました。はい、いやだからね、ヨーロッパ、ちょっと大きく言いますけれども、暑かったりで、冬になったら急に今まであんまり降らない雪が降ったりだとか、このアップダウンが激しすぎますよね。そうなんですよね、なんか夏も本当に普通の夏が、私こっちに来て5回夏を過ごしましたけれども、全部すごい猛暑で、今年は特にひどかったですけど、なんかあんまり北ヨーロッパっていう感じの夏じゃない感じにもなっている、そうなんですね。はい、さて、もう今日が12月13日です。もうね、今年も残すところあと半月ちょっとになりましたが、そうなってくると日本ではですね、今年の5月にようやくこの新型コロナウイルスが5類に移行して初めての年末となります。で、今年忘年会っていうのが結構 あるというのを私の周りなんかでは、囁いておりまして、民間の調査会社が1000人余りに職場での忘年会、この開催予定聞いたところ、およそ半分 52.3% が開催しますと、忘年会ありますと、こういうふうに回答したと、開催なしと拮抗してるといえばそれまでなんですけど、でもそれでも半分くらいはやりますよ、忘年会と。で、今年コロナ禍前の2019年の水準まで近づいているといいます。村中さん、ドイツでも何かこう忘年会のようなものはあるんですか。クリスマスにかっこつけて、クリスマスパーティーって感じでいろんな集まりはあるんですけれども、多分職場のクリスマス会みたいなやつは、あんまり楽しくないって思ってる人も多分いっぱいいるんじゃないかなっていう感じは。それはあれですか、やはりこう普段職場でなんかこうちょっと上司とその部下の関係とか、そういう感じだからですか。そうです、なんかドイツってすごい不思議な国で、ランチは絶対誰かと行くんですよ。はい、でも必ず誘われるし、一人でご飯なんか食べてちゃいけないようなムードなんですけれども、みんな本当に5時とか6時って就業の時間が来るとパッて帰っちゃうんで、なんか夜に飲みに行こうみたいな感じのカルチャーがあんまりないんですよね。そうなんです。 夜の飲み会がだから少ないんですね、普段ね。そうですね、職場の飲み会ってやつがすごく少ないんだと思います。友人とは飲むけれども、そうなんです、もうそこで終わって帰って元々の友達と飲みに行くのはあるんだけれども、職場の付き合いとして何か飲みに行くっていうのは日本に比べるとすごい少ないと思います。 でも今お昼は必ず職場の人はみんなね、一緒に食べる。お弁当なんか持ってったら、なんかあの人変わった人ねみたいに言われるんですかね。じゃあでもね、やっぱりその辺のスーパーで何か買ってきて、それでも一緒に誰かと食べたりみたいな感じで、そうか、買ってきても、だからお弁当だったらお弁当もみんなで食べるってことなんですね。そうなんですよね、なんかちょっと女子中学生みたいじゃないですか、それってそうですね、仲いいというか、なんか、そういったところでこうコミュニケーションを図ろうよっていうところなんでしょうけれども、さて、いろいろと気を使うことが多い忘年会です。いわゆるノミニケーションなんて言ってね、コミュニケーション、飲むことでこういうのを図ろうという、この文化嫌う人も少なくないと言われています。で、コロナ禍を機にですね、この人が集まってお酒を飲む機会が減ったことを喜ぶ声もあるというアンケート結果も出ているんです。ということは、だからドイツ、例えば先ほど職場の人とは 夜は飲みに行かないことが多いということですが、この友人たちと飲む機会っていうのはどうなんでしょうね。
これはだからもう去年ぐらいから本当にあのコロナ前の状態に戻っているっていう感じなんだと思います、ね、ただ、はい、去年はすごい冬にまたすごい今以上にコロナが流行ってきていたので、はい、今年よりももしかしたら控えててまた今年はもっと自由になってる感じなのかもしれないです、はい、はい。あとこの忘年会となると、まあ、お酒あの最近日本でもですね飲めない人にこのねなんだ一杯ぐらいいけよとかそういうのはもうなくなってきました。だけれどもその飲む方の中でお酒決して嫌いじゃないんだと飲みたいんだけれどもそのお酒飲んだ時にありがちなのが頭痛ですね。あの赤ワインでこの頭痛を生じる人がいることについて赤ワインには他のアルコールよりもはるかに高いレベルのケルセチンが含まれていてこのケルセチンによってアセトアルデヒドのこの濃度がですね上昇して頭痛が発生することが示された、まあ、こんな研究結果が出たというのを耳に挟んだんですがこれ村中さん赤ワインの方が頭痛って起こりやすいんですかね。いやあのこれどのくらいなのかちょっとデータもわからないんですけれどもあ、はい、もともと赤ワインってポリフェノールの効果があるとか言って、はい、健康上のいい効果もあるっていうふうな形 で白よりも赤がいいみたいなことをずっと言われているんですけれどもあの赤ワインってそのさっき言ったそのポリフェノールで血管がこう拡張する効果があるんですよね、でそうするとあの、まあ、血管拡張性の頭痛というんですけれども血管の周りに通っている神経にその広がった血管が広がって触れるために頭痛が起きるというタイプの頭痛があってだからまあ一般的には赤ワインの方が白よりも頭痛が起きやすいのではないかというふうに言われてきたんですけれども今回のこのケルセチンというのが今回は関係しているというまあ一つの新しい説でこれ調べてみたらケルセチンが高かったからケルセチンが頭痛に関係してるんじゃないかというまあ仮説の一つがまた新しく出てきたという話なのかなというふうに読んでいます。今村中さんの話聞きながらそういえばドラッグストアにあのアルコールによる頭痛のお薬っていうのが出始めてですねあの二日酔いっていうんじゃなくてもアルコールによる頭痛に対するお薬っていうのがこう、私この前見てあこんなのあるんだっていうね、まあ、そんな昔からあるはずではないと思うんですけれどもいろいろ薬っていうのも新しく出てくるもんなんですね。そうですね、あのいろいろ痛み止めにも種類があってただその痛いっていう、シグナルをですね消すための、はいまあ、本当は痛いようなことが起きてるんだけどそれをなくすような形の薬もあれば痛い原因を取り除くような薬もあるんで、まあ、そのお薬がどういう基準のものかわからないんですけれども、まあ、あのいろんな種類があるんで時と場合によって使い分けるということもありなのかもしれないです。そうですか、はい、村中さん今朝もいろいろお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。時刻5時15分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はドイツハンブルクと結んでいます。ハンブルク在住で医師の村中理子さんです。村中さん改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。村中さん、あの先ほどですねニュースの中でも今年の漢字というのを発表しました、まあ、今年は税金の税、まあ、これが選ばれたということなんですが村中さんご自身にとって今年の1年振り返ってみて、まあ、あのいいことも悪いこともあったかと思うんですけれどもあの漢字一文字何ですかね。いやなんかちょっと解放の会かなって思ったんですけども、はい、ええ、まあコロナからも解放されて、はい、あのまあ戦争始まってますけど人の自治解放とかねいろんなこうみんなあの解決に向かっていろいろことが動いてはいるので、なんかちょっとポジティブだとそういう字かなと思ったんですけれども思い出すといろいろ大変なこともありますね。まあこれあの勝手に村中さんのあの行動というとちょっとあれですけどあのね旅行にいらしたりだとかだから今ねそのコロナも済んで旅行もあのお城にいらしたりしたでしょ、ね、ってことは、なるほど解放だなっていう解放どっちでもいいですよ開くでもね放たれるでもどっちでもいいですけどあそういうねところもあったなそういえばという感じしますものね。そうですね、はい、まあ来年はもっといい年にしたいですものね。
はい、そう思います。はい、さあそれでは朝刊トップ5いきましょう。12月13日水曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞、4閣僚5副大臣明日交代、自民党安倍派が政治資金パーティー収入を還流させて裏金化していた疑惑をめぐり、岸田総理昨日、松野官房長官ら安倍派の全4閣僚を交代させます。安倍派の副大臣5人も全員交代の方向です。6人いる政務官には一律での辞任は求めず、政権からの安倍派一掃は見送るとしています。朝日新聞、診療報酬本体引き上げ、医療サービスの公定価格診療報酬の来年度の改定で、政府は医療従事者らの人件費に回る本体部分を引き上げる方向で調整に入りました。およそ30年ぶりの高水準の賃上げが広がる中、増額が避けられないと判断しました。産経新聞、加熱式タバコ増税、防衛費の強化の財源確保策としてタバコ税のうち加熱式タバコの税の負担、紙巻きと同じ水準に引き上げる政府案に異論が噴出しています。加熱式はタバコの葉っぱをですね、直接火で燃やさないため、火災や副流煙の心配がなく、紙巻きに比べて健康リスクも低いとされています。日本経済新聞、政府基金に成果目標、政府は国費の無駄遣い、財政資金の死蔵、死んだお金という感じですね、死蔵につながる恐れが指摘される国の基金の運営を見直します。財政資金の投入は基金で使う費用の最大3年分までを原則とするほか、具体的な成果目標の策定と公表を義務付けます。日刊スポーツ、大谷 97% 後払い、ドジャース大谷翔平投手の超大型契約に関して驚愕の詳細が明らかとなりました。アメリカメディアによると、10年7億ドルのおよそ 97% が後払いで、年俸は200万ドル、およそ2億9000万円とすることを大谷が要望したということですね。はい、以上が朝刊トップ5でした。さて、ドイツハンブルクにいらっしゃいます医師の村中理子さんにお話を聞いていきます。村中さん、今ですね、私が5本のニュース紹介した中で、これちょっと逆に聞かせていただきたいのが、加熱式タバコの増税というのがあります。でこれ日本ではですね、大体まあ値段もまちまちですけど、大体日本はこの、葉っぱのタバコが、304円ぐらいが税金で、加熱式が192円くらいと、まあ、こういうふうに言われてるんですが、まあ、海外はもっと高くてですね、イギリス1箱20本入り相当のタバコ税が、この比べると紙巻きが1118円に対し、加熱式267円、ドイツでは紙巻きが464円で加熱式が125円、まあ、やっぱりこう紙巻きと、この加熱式は大きいこの差があるということなんですが、これどうなんでしょう。今、お伝えした通りですね、タバコの葉っぱ直接火で燃やさないため、火災副流煙の心配がなく、紙巻きに比べて、この加熱式は健康リスクも低いとされてるんですが、このあたりってのはドイツの認識も同じなんでしょうか。多分日本も海外も全部同じだと思うんですけれども、紙のタバコをもうすでに吸っている習慣のある喫煙者にとっては、この加熱式のタバコに変えると、その有害物質がゼロではないけれども、まあそれを吸い込む量が少なくなるので、体への影響が低くなる、少なくなるからベネフィットがあるんじゃないかとか、あるいはですね、完全にすぐ喫煙、禁煙するっていうと難しいんで、禁煙の途中の段階としてこれを使うと、喫煙者を禁煙させるためのツールになるんじゃないかっていうふうな期待があったわけです。はい、ただ、一方で、特に若い人の間で、この加熱式タバコは、普通のタバコと違って害がないからといってですね、どんどんそれを喫煙する人が増えてるというふうな逆の状況もあって、政府としてはですね、吸ったことがない人は、
とにかく加熱式タバコも何でも吸わない、吸い始めないってことをすごく強く呼びかけてるんですけれども、そうなっていないという現状がある中で、はい、やっぱちょっとここの部分を増税していくっていう判断に今回はなったのかなというふうに読んではいます。はい、ところでですね、中国の子どもの間でマイコプラズマ肺炎の感染、まあ、これが拡大しているという話題、前回もですね、村中さんにお話しいただきました。で、この件について先月24日、厚労省が X で中国政府や WHO などから新たな感染症の発生を疑う情報、これはないとしつつも、最近1ヶ月以内に中国に渡航された人は発熱や呼吸器症状などの症状で医療機関を受診する際、ご自身の渡航歴を医療従事者に伝えるようにしてください、まあ、こういうふうに呼びかけていました。韓国では入院患者が1ヶ月で2倍に増えたとも聞いていますし、まあ、およそその8割がですね、12歳以下の子供だといいます。まあ、アメリカでも感染者が増えているそうでして、オハイオ州の保健当局、11月30日、8月以来ですね、3歳から14歳の子供、少なくとも145人の肺炎の罹患が、報告されていると発表しました。村中さん、ヨーロッパでも一部でマイコプラズマ肺炎というのは流行しているようですね。はい、ですね、今ヨーロッパでマイコプラズマが流行入りしたっていうふうに宣言している国はデンマークとフランスの2カ国だけですね。はい、はい、でこれはどういうふうになんかやってるかというと、もともとそんなにマイコプラズマって毎年毎年流行る病気ではないんですけれども、はい、何年に一回か、日本ではよくオリンピックの年に流行るっていうふうに言われていて、4年に一回流行が来るって一時期言われてたんですけれども、最近はそうでもなくてちょっとイレギュラーに流行ってたんですけれども、デンマークでも、まあ、コロナ以来久しぶりにフランスもですけれども流行っているということで、ニュースにはなっている状態です、ね。はい。これ、そのマイコプラズマ肺炎というのが、歩く肺炎とも呼ばれていると聞いたことがあるんですが、これはどうしてなんでしょう？はい、まあ、特徴として、感染の潜伏期ですよね、はい。感染してから症状が出るまでの期間が、まあ、1週間から3週間というふうに言われていて、はい、結構長いんですよね。コロナも、2、3日、まあ、長い場合だと1週間とか、2、3日経ってから、こう、発症するってことが言われるようになって、結構、症状がない人でも濃厚接触者は隔離してくださいみたいな、こう、注意が出てた時期がかなり長くあったと思うんですけれども、はい、マイコプラザーの方は、もうかかった、症状が出た時には、感染がですね、何週間も前に起きている場合があって、となると、自分も発症する前に他の人にもうつしている可能性があるので、まあ、症状のない人同士がどんどん広げ回ってしまうという特徴があるからなんですよね。はあ、だから本人全く自覚はないんだけど、もう体の中に、いるってことなんですもんね。そうですね。ただ、まあ、コロナと違うのは、コロナは一応その感染力のピークが発症の前々日ぐらいにあるというふうに言われているんですけれども、はい、マイコプラズマの場合はですね、症状が出てからがやっぱりウイルスの、感染のピークが担ってはいるので、まあ、そういう意味ではちょっと感染経路が違う。ただ、問題は、だから逆に言うと、飛沫とこれ接触感染でうつるんですけれども、はい、飛沫が出てない状態でうつるんだけれども、逆に言うと、無症状の人同士は、濃厚接触しないとうつらないので、はい、だからこうやって子供ですね、こうくっついて遊んでるような子供たち、はい、まあ、集団生活してる子供たちに、で、流行りやすい病気になっている。はい、あるいは、そういった子供たちのいる家族、まあ、家族も濃厚接触なんで、だけで広がっていくような病気というふうな形になっています。はい、これ、そのお隣の中国、韓国で子供を中心に広がっていますが、マイコプラズマ肺炎、日本でも感染がもっともっと広がるということはあり得るってことですか、そうすると。あ、もちろんそうだと思いますね。ちょっとこのコロナ明けで、すぐにマイコプラズマが流行った国っていうのは中国ぐらいしかなくて、変な動きだねって話は前したと思うんですけれども、はい、こうして見るとですね、
コロナのその対策をやめたからどうかに関わらず、もともと毎年流行るんじゃなくて何年に一回か流行る病気だったんで、まあそれがぐるっといろんな国で回ってきてるところ、当たり年のところでこうやって流行ってるかなっていう可能性もあって、特に中国と日本は今行き来もやっぱり多いですので、はい、無症状の人がですね、来て、まあ日本で移って、日本人も移ってて知らない間に移しててという形で広がる可能性はもちろんゼロではない。けれども、もう一回言いますけれども、はい、インフルエンザとかみたいにですね、ほぼほぼ近距離での空気感染が起きるような病気ではないので、そういった、まあ、中国から人が来るからワンワン広がるというふうな、短絡的には考えられないかもしれない、はい、というふうなことは言えるんじゃないかと思います。はい。あと、この新型コロナ、あとインフルエンザとも違って、マイコプラズマ肺炎、ワクチンがないんですよね。これ、改めてですけれど、村中さん、どんな予防策、あと対策、これが有効なんでしょうか。まあ、これは、予防策、対策はないと言ったらいけないんですけれども、すべての呼吸器感染症を予防するのと同じ対策しかないということになってくるんだと思います。はい、まあ、基本的にどうしてもかかれない人、かかりたくない人は、マスクをするとかですね。あとは、マイコプラズマの場合には特に接触感染が多いので、手をですね、自分の手をきれいにしとくこと、はい。というのも、接触感染って言った時に別に肌がくっついて何か感染するわけじゃなくて、自分の汚れた手で粘膜、つまり目とか鼻とか口を触ると、そこから感染するので、はい、最大の感染源はやっぱり自分の手なわけです。あ、手なんですね。つまり、はい、飛沫もなんですけれども、手洗いがとても有効な肺炎だということは言えるんじゃないかなと思います。はい。そして厚労省がですね、X で、現在、インフルエンザ、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎、まあ、これ、溶連菌感染症と呼びますね。あと、咽頭結膜熱など、様々な上気道、気道の上と書きますが、上気道感染症が流行しています。咳エチケット、マスクの適切な着用を含む、手洗い、換気、患者との接触を極力避けるなどの感染対策をお願いします。まあ、こういうふうに注意を呼びかけています。これ改めて村中さん、今言った通りインフルエンザだと溶連菌感染症だ、咽頭結膜熱だとか、この多くの感染症が流行っている、流行している背景というのは何かあるんでしょうか。うん、まあこれも本当に他のウイルスが流行ってるもの、理由、まあ全部同じだと思うんですけれども、まあ一つはコロナに対する対策をやめたことで、すべてのその呼吸器感染症がほぼゼロになってたところ、コロナ以外のものがほぼゼロになってたところが、通常通りに流行しだしたというふうな。まあ季節的にはですね、呼吸器感染症が流行っておかしくない時期ので、そういったので、そういうものが流行っていると。で、今、上気道感染症っていう言い方をしたんですけれども、これは何かというと、まあ、風邪ですよね。下気道感染症というのが、いわゆる肺炎です。はい、気道の奥の部分が炎症が起きる、感染が起きるとなるものですね。はい、まあ、気道の上の部分、口に近い部分の感染、鼻とか喉のあたりのを、まあ、風邪というふうに考えればよくて、はい、まあ、風邪を防ぐための一般的な工夫を、まあ、気をつけていくのが一番なのかな。あとは、ワクチンになるものはワクチンを打つ。はい、それが最高の対策になるんじゃないかと思います。はい、村中さん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。時刻5時34分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はドイツハンブルクと結んでいます。医師の村中理子さんです。さて、新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐって、身内ごと全員殺すなどと記した手紙を厚労省に送ったとして、警視庁丸の内署は4日までに威力業務妨害の疑いで、格闘技イベント K1 の元選手、職業不詳、白田雄介被告容疑者40歳を逮捕しました。逮捕容疑は、6月厚労省宛てに子どもたちへのワクチン接種をいつまで続けるんだ、必ずお前ら身内ごと全員殺してやるなどと記した手紙1通を投函、厚労省に警備のこの強化などをさせ業務を妨害したとしています。ワクチン接種、まあ、これはですね、するもしないも、まあ、本人の自由というところですけれども、これ村中さん、こういう犯罪行為に至るってのは言語道断ですね。
そうですよね。私もですね、講演会とかをすると、え必ずこういう、反ワクチンの主導を敷く人からですね、え。ええ。嫌がらせの手紙とかですね、はあ、はそういうものい。が来たりするんですけれども、この事件が起きたのが、6月に起きた手紙の話で、今はい。逮捕したということで、えすごくやっぱり時間がかかっていることからもわかる通り、え。ええ。やった人をですね、割り出して、うん。その間本当にそういうことをするのかどうかもわからない状態の中で、ええ。警備をしたりとか、いろんなコストとか手間がかかる。そういうふうなことをですね、特にこういう公的な機関にやってきたってことで、いろんな、特に厚労省、いろんな仕事がある中でですね、コロナ対策の中でこういうことをしてくるっていうのは、本当に迷惑だなというふうそうにです改めてね。感じます。はい。そしてもう一つ、村中さん、今ですね、今朝の毎日新聞にこういうニュースが出ています。蚊が媒介する感染症、デング熱、この流行が世界で過去最悪の水準となっているというんです。で、これ、毎日新聞の集計によると、今年報告された感染者と感染疑いで560万人を超えて、過去最多だった2019年の520万人を大幅に上回ると見られています。地球温暖化の影響で蚊の生息数域が拡大する中で、デング熱の流行を地球規模の課題となっているといいます。このデング熱というのは、デングウイルスによる感染症でして、発症すると40度近い高熱、あと激しい頭痛、目の奥の痛み、筋肉痛などの症状が現れ、8割程度は感染しても無症状だそうですけれども、ごく稀にデング出血熱と呼ばれるこの重篤な状態になり、死亡することもあると言います。で、デング熱媒介するのは熱帯シマカ、あと一筋シマカ、蚊ですよね。で、この一筋シマカの方はですね、日本にも生息をしています。で、気温上昇によるこれらのこの蚊の生域拡大に加えて、人間の移動、これが活発化していることで、これまでウイルスの影響を受けなかった地域でもリスクが広がっているということなんですね。で、今年の初めの方からですね、南米を中心に大規模な流行が起きたということです。これ、UAE での COP28 ですね、こちらで WHO のテドロス事務局長が、蚊の生息域ですね、住んでるところが温暖化によって拡大していることにも触れまして、気候変動による健康への脅威、これは差し迫ったものの、今まさに存在しているものだ。健康への脅威は差し迫ったものと、今まさに存在しているものだ。健康は気候変動対策を議論する中で常に考えるべき問題だと、こういうことを言われております。確かにこれ、村中さん、デング熱ってのは一時日本でもね、起きまして、で、代々木公園かなんか、噴霧したなんていうの、私今でも記憶に残ってます。これだから、今まで日本には、来ないだろう、もしくは来なかったっていうものも、来年以降も増えてくる可能性はあるってことなんですね。そうですね。来年すぐにというわけではなくても、蚊自体は、媒介する蚊自体はいるので、その蚊がウイルスを持ち始めたら、媒介してですね、人にも移り始めるという可能性はもちろん否定できないと。で、実はデング熱ってワクチンがあるんですよね。そうなんですか。ただですね、このワクチンは、近年のワクチンでは唯一本当の、健康被害が出たですね、ワクチンでして、一度もかかっていない人、デング熱に、が接種すると、逆にデング熱がですね、悪化して、亡くなってしまうということでですね、フィリピンで何十人、60人とか70人とか、そんな規模で人が亡くなったという事例があってですね、特にすごくデング熱が流行ってる地域では、1回目はそのデング出血熱っていうのにはならないんで、そのかかった人が出血熱になるのを防ぐために接種するのには大変有効なワクチンなんですが、未感染の人が打つことはできないので、これは注意して使っていそきこたいは注とこ意ろでですはあね。ります。さあ、それではここからはですね、村中さんにこのテーマで話を聞きます。ドイツでも広がる新型コロナウイルス、追加接種にどこまで期待してよいか。
新型コロナウイルスの日本全国のこの感染状況、今月3日までの1週間では1つの医療機関あたりの平均の患者数 2.75 人で前の週の 1.18 倍となっています。また厚労省によると今月3日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告された新型コロナの患者数は前の週から2084人増えて13,583人となりました、これ村中さん、ドイツでも新型コロナウイルスっていうのは流行してるそうですよね。そうですね、今のすごく増えてきたっていうことで、警告が出ているんですけれども、これ私のなんか印象だけだと今年の春ぐらいの方が周りでいっぱい咳してる人がいた感じですね。でも今流行ってきてるっていうのはニュースにはなっていました。はい。で、まあ、日本ではですね、マスクを着用している人ももう減りまして、街中コロナ前のにぎわい見せています。改めて村中さん、ドイツの人っていうのは新型コロナウイルスそのものをどういうふうに捉えている方多いんでしょうか？一般の人もなんですけれども、まず国とか国の専門家が流行はしているので注意はしてください、はい、ただし、まあ、以前のような病気ではないと、つまりみんなが免疫を何らかの免疫をですね持っているので、まあ、かかればですね多くの人がもうそう重症化して病床がいっぱいになっちゃうっていうのはそういう病気ではなくなったということで、ただの風邪ではないけれども以前のような新しいウイルスではないというふうな扱いになってきています。そういう認識なんですね、はい。まあ、先ほど日本でもマスクを着用している人も減りというふうにお伝えしたんですが、つい先日私もとある所用で、ホテルのロビーみたいなところに行って、ちょうど去年の同じ時期にもその同じ場所に行って、その時はもう、まあ、ほぼ9割いいですね、9割以上かな、マスクを皆さんしてました。でこの前見た時にはしてる方はまあもう1割いないかなぐらいでしたね。そうですか、はい。ですから私この週末に、はい、デュッセルドルフってここから行くと4時間ぐらい電車でかかるところに、行く用事があったんでちょっと行ったんですけれども、もう絶対流行ってるっていうからと思ってマスクを用意していったんですが、誰も電車の中でなんか咳したりとか鼻かんだりとかしてる人もいないので、結局持っていっただけでマスクは使わずに往復してきたので、だいぶこっちとは温度差があるなっていう、まあ1割でもしてればすごいしてるなっていう感じがしますけど、やっぱりそういうことか、はい。さあそして日本ではですね、はい、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけ2023年5月に5類に変更されました。で重症化リスクの高い人には追加接種を呼びかけていますが、ドイツ政府新型コロナウイルスに対して何かこうメッセージっていうのは発信してるんでしょうか？はい、ドイツ政府もですね、重症化リスクの高い人には今からでも追加接種してない人はしてくださいということで、はい、積極的な呼びかけをしています。ただ日本と違うのはもうですね、65歳以上の高齢者以外の人は基本的に追加接種が有料になるので、はい、重症化リスクが高いと言われる高齢者の方にですね受けてくださいということを言っていると。あとは基本的には混んでる場所では気をつけてくださいねってことなんですけれども、ワクチン接種以上のことはあまり言っていないというふうな感じにはなっています。そういう感じなんですね。で、まあ、日本の厚労省はですね、全世代を対象に実施する追加接種、まあ、これを9月20日に始めました。で重症化率の低下などを踏まえて、まあ、現時点で健康な人には接種の勧奨ですとか、まあ、進めるってことですね。あと努力義務、まあ、これを適用していないと。ドイツ政府はこのコロナワクチンの追加接種についてはこのあたりは何と言ってるんでしょう？はい、そうですね、もう打ってない、まず基本的にはですね、子供はですね、ワクチン、まあ、3回接種してる子、何回か接種してる子もいっぱいいるんですけれども、ほとんどの子がかかっている。それから、新しく生まれて、まあ、ワクチンが接種できるようになった年齢の子でも、基本的には子供にはワクチンは基礎接種もいらないというふうなメッセージになっていると。はい、それから、妊娠してる人なんかも、ワクチン打ってくださいってことをすごく言ってたと思うんですけれども、パンデミックの最中には。はい、今はですね、妊娠していて、打ってない人でも、
特にその妊娠自体をリスクと捉えて、ワクチンを積極的に進めるということもやっていないといった状態になっています。はい。まあ、これからクリスマスですよね、いよいよね。はい、まあ、そんな中で、この国民というかドイツの方々っていうのは、打っときましょうかね、みたいな、なんかそういう機運みたいなのってのあるんでしょうか？全然なくてですね。ないんですね。インフルエンザがやっぱりドイツも最初のコロナよりも先にインフルエンザが入り始めて、結構いろんな呼吸器感染症が流行ってるってことで、インフルエンザとコロナのワクチンの両方打ちましょうっていうことをしきりにテレビでも言ってたんですけれども、どちらのワクチンも日本とは違って、高齢者にしか無料になってない、推奨されてないワクチンなんで、打たなきゃいけないんですけれども、あんまりその日本みたいに、あ、もうシーズンになったからインフルエンザ打たなきゃみたいな感じで、毎年毎年打ってる高齢者の人がいるのかどうかっていうのはちょっと怪しいなっていうぐらい、もともとなんかインフルエンザとかの接種率も非常に低いのがドイツの特徴です。もともとなんですね。はい。はい。そして今年3月のデータなんですが、まあ、日本でコロナワクチンの4回目接種を終えた人、累計で5,835万7,960人です。まあ、3回接種した人はですね、8600万人を超えています。これドイツでこの追加接種した人がどのくらいなんていうのはわかるものですか？ですね、これ大体分かっているんですが、大体高齢者接種対象が無料になって推奨されている人口というのが2000万人いると言われていて、はい、このうちの300万人しか受けてないということになってるんで、まあ、15% ぐらいしか追加接種の接種率がないと。先ほど高齢者は無料で打てるんですよね。接種できる。そうなんです。高齢者は無料で打てるし、推奨もされているんですけれど、1年に1回ですけれどもね、はい、今年の春には、直接積極的に打てってことは言ってなかったんで、最後の感染または接種から1年で打ってくださいということで言ってるんですけれども、はい、その人たちが、300万人しか打てないと。で、まあ、好意的に捉えると、もしかしたらその、春のタイミングで早い段階でもう、今年の接種終わってるので1年空けてるという人がいるのかもしれない。はい、あるいは、まあ、3回4回何回か、まあ、わかりませんけど、接種していた上で感染も最近したので、受けてないという可能性もあるんですが、はい、それにしてもちょっと接種率が低いんじゃないかということで。15% は。15% は、はい、保健大臣がちょっと嘆きのコメントをテレビで発表しています。あ、そうでしたか。もっと、まさかこんな 15% でという感じではなかったんでしょうね。そうなんですよね。結構やっぱりドイツはワクチン接種率低いヨーロッパの中でも国で、重症者防止もかなり逼迫した状態ではあったんですけれども、ただこれしか打ってなくても、今のところですね、全くと言っていいほど、まあ、ICU なんかにも余裕があって、はい、医療にも余裕があるので、だからなんか気をつけなきゃっていうすごく大きなニュースになってるかっていうと逆にそうでもないということも言えます。はい、はい。そして日本でもですね、オミクロン株対応のワクチンを追加接種することができますが、追加接種のこの効果についての最新の研究、あと調査、これ何か新しく分かってきたことってのはあるんでしょうか？はい、まあ、新しくもないんですけれども、今年の、2月か3月くらいでしたっけ、WHO が、はい、追加接種のワクチンには、まあ、武漢株ってこれ言っちゃいけないかもしれませんけど、武漢の最初に出てきたんですね、はい、起源の株、最初のオリジナルの変異する前のコロナに対応したワクチンが入ってると、ブースターの効果ですね、追加のこの効果が逆に下がっちゃう。はあ、だから、追加接種のワクチンには武漢株入れないでくださいってことを2月ぐらいに言ってたんですよね。はい、だけど、日本はまだその頃はですね、いわゆる2価ワクチンという、武漢株と BA1、BA2、あるいは武漢株と BA4、BA5 が入ってるワクチンがですね、まあ、ちょっと時間差で出てきたんですけれども、それしかなかったんで、みんな春のワクチンで打っちゃった人はそれ打ってるんですよね。で、そうするとそれを打っちゃった人っていうのは、XBB に対する、まあ、その効果、予防効果っていうのはほぼゼロ。抗体はほとんどできないし、ただ一方でですね、いわゆるその細胞性免疫っていうんですけれども、抗体とは別のですね、なんかこう、フロントラインの、まあ、最前線の部隊の免疫というのは、いわゆる重症化を防ぐ免疫ですけれども、はい、これは、接種からまあ、
1年経ってもですね、まあ、95% ぐらい、すべての年齢の人で保たれてるってことが分かってるんで、まあ、基本的には、3回あるいは4回といった接種をしてる人、最後の感染あるいはワクチン接種から、1年経ってない人というのは、今追加接種を打たなくても、大体安全なぐらいに、免疫状況は保たれてるっていうふうに考えられた方がいいと。ただ、はい、打つとすればですね、この秋に XBB に対応した一価のワクチンですね、今度その武漢株抜いたやつを打ってる人というのは、すごく心強い状況になるので、リスクの高い人はですね、ぜひこの秋のワクチンを打つといいんじゃないかなと改めて思います。と、今の追加接種、これどうしようかなっていう方は、今村中さんがおっしゃったようなところを参考にすればいいってことですか？そうですね。それからですね、まあ、その一回打っただけだと全然その効果が、XBB に対する効果がないという話なんですけれども、ここにですね、XBB のワクチンを、対応のワクチンというか、まあ、今、型が合ってるワクチンをですね、はい、2回とか打ってやると、実はあんまり上がらないところがクッとこう、もう一回押し返して上がれるようになる。はい、とか最近新しいスタディでできました。なので、まだこの XBB 対応の一価ワクチンっていうのはみんな一回しか打ててないと思うんですけれども、はい、これ実はこのデータっていうのは中国のデータで、中国は皆さんご存知の通り、中国製の不活化ワクチンというですね、はい、私たち日本人が打ってるメッセンジャー RNA ワクチンとは別のワクチンを打っていて、そのワクチンでのデータなんですけれども、まあ、メッセンジャー RNA ワクチンでも同じことが期待できる可能性があるので、今年打って来年も1年明けてもう一回その年の方に打ったワクチンっていうのを打っていくと、ある程度こう抗体がですね、保っていって、重症化なり感染なりをある程度防いでいくってことができるんじゃないかということが期待されています。はい。あとは、これ以前も村中さんに伺いましたが、新型コロナウイルスの後遺症についてですね、国の研究班が3つの自治体で19万人余り対象に行ったアンケートの結果、成人の1割から2割余りが咳、倦怠感など何らかの症状が感染から2ヶ月以上続いた、まあ、こう答えたということが分かっています。これコロナの後遺症をワクチンで防ぐということは村中さんできるんでしょうか？これはですね、多分ワクチンの後遺症の予防効果、ワクチンの後遺症に対する予防効果を見た論文ってすごいたくさん数があって、実は1300とか1500とか最低でもあるんですよ。でそれを見るとですね、まあ、結果は本当に賛否両論というか、効果があるって言ってるものあればないって言ってるものもあるって状態で、まあ、これいろいろやっぱ難しいんですよね。なぜかというと、まず接種してるワクチンの種類も違えば、その時に流行ってた方も違うし、その時使ってたワクチンの種類も違う。はい、それから受けた治療も違うしっていう風に、みんなこうバラバラなんですよね。で、それをこう慣らしてみたときにワクチン効果ありっているのかっていうのは、まあ、ほぼほぼ結構比較が難しいような状態になっていると。それから、まあ、後遺症の定義自体は非常にやっぱり曖昧な部分があって、前回の放送でも言ったと思うんですけれども、まあ、WHO は3ヶ月経っても症状が消えないものって言ってるんですが、日本の調査だと2ヶ月でやっていますよね。そうすると、私なんかもそうだったんですけど、春にコロナに感染した時に、今年の春に、咳がですね、もう2ヶ月経っても止まらなくて、調子悪いなって感じが続いてたんです。だけど、まあ、3ヶ月経たない前に消えちゃっ、まあ、すっかり治って元気になったんですよね。そしたらこれやっぱり、WHO の定義で言うと後遺症にカウントしないんですけれども。そうか、3ヶ月以内で収まってるから。はい、そう、2ヶ月は続いてるけど3ヶ月以内であるので。そしたら、そもそもこの成人の1割とか2割が後遺症になるっていう数字がどうなんだっていうところから始まって、いろんなこう、何を見てるのかがわからないっていう風な状況に今なっちゃっていたんですけれども、最近ちょっといい面白い、まあ、論文が一つ出て、これはスウェーデンのデータなんですけれども、スウェーデンで自己申告で症状が続いているっていう調査じゃなくて、医者が後遺症と診断した人、つまり医療的ななんか介入がとかフォローアップが必要だというふうに判断した人っていうのは割合を見たところ、普通のですね、アメリカとか、他の国とか、
もうヨーロッパの他の国とか日本もそうですけど、みんな1割2割って数だったんですけど、スウェーデンで見たら 1% ぐらいしかいなかったって。医者が見て本当の後遺症っていう、医療的にまずいっていう人が、でかつですね、ワクチンを接種していた人は、接種していない人よりも、特に3回以上打ってた人では、明らかにですね、その後遺症に発症している率が低かったということで、データも出ているので、まあ、ある程度ですね、まあ、基礎接種3回、最初は2回でいいって言ってたんですけど、やっぱりすぐ抗体落ちちゃうってことで、3回が、セットだってことが、このワクチンも言われてますけれども、メッセンジャー RNA ワクチンを、最低3回の接種が終わってる人というのは、後遺症の発症に関してもかなり防げてるというふうに言っていいようだというふうな、まあ、結果が今のところは出てきているということです。はい。今朝はドイツハンブルクにいらっしゃる医師の村中理子さんにお話を聞きました。村中さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。